これからさ、どこ目指すの、トライブスジャパンは。大きく言うと、世界は目指したいと思ってます。うん、その世界を目指すっていうのは、まあ、もちろん直で現場を見てきて、どこまで行ける可能性が見えたのか。それこそアメリカズゴッドタレントとか、ああいうオーディション番組出る機会ないじゃないですか、ジャニーズって、うん、ないよ。初めてこう審査されるという立場で出た時に、自分たちの力が今どこまで持ってるのかとか、逆にこう周りのオーディションされる側の人間はどんな力を持ってここに来てるのかっていうのを客観的に見ることができるようになったんですよ、その時。あ、技術ってすごい大事なんですけど、技術って二の次なんだなってことがすごく分かって。どういうこと？結局そのファッションというか、物事をどれだけ熱く作ろうとしてるかっていうのが作品に全部現れるんですよ。なるほど。本気度合いと作り込み度合いと、その熱量を一番楽しんでぶつけたやつが優勝していくんですよ。見てきたんだ。見てきたんですよ、ダンス大会も全部そうですよ。だからトラビスジャパンはとにかく楽しんでいい作品作って届け続ければ、絶対にそれが届く人がいると思って、今それを、そういう作品作りも頑張ってる最中で。カイトもそんな気持ちなの？そうですね、目標を掲げるってなると、うん、僕たちグラミーに認可していただいて、うん、行ったんだ、はい、今年の、ね、やっぱそこでの名だたるアーティストの方々のインタビューとかスピーチ聞いてると、やっぱり続けていくことに意味があって、そこを目指すことに意味があるんだなって思ってて、やっぱりこうそういう面ではやっぱグラミーで1ノミネートされたりとか、それこそワールドクラスのツアーをやりたいなって思いますね。そうね、あれ出てほしい、こちら、こちら、こちら出たいです。世界のトップクラスのフェス、超大物、あーそうだ、この一流の。でも日本人でも最近ね、そうですね、イタリーとか、はい、うん、めちゃくちゃ世界で見たいよね、トライブスジャパンを。まだね、こうデビュー1年目の僕たちだからこそ、こうビッグマウスというか、いろんなこと言えるんで、言わないとね、伝わんないからね。トラビスジャパン川島中村とブーム先取り最新アートスペシャル。え、めっちゃ綺麗だね、めっちゃ楽しい。これハスの葉を貼って塗るだけ、超簡単ボタニーペインティングをメイキング。あ、なるほど。うわー、気持ちいい、これだ。おしゃれだよね、色でもめちゃくちゃ綺麗。いや、楽しい。なんか俺今日自信持って帰れそうだな。2人って同期は誰の？佐藤勝利とか風磨と、あとケント。先デビューしていった時どう見てたの？いや、悔しいを通り越して何にも感じなかった、うん、むしろ無になったんだ、はい、結構もう押され方が違かったんで。多分俺らもそう思われたんだろう、当時はね。そうね、ストーンズとかスノーマンとか悔しかったでしょ。泣いてんじゃなかったの？そうです。なんで自分は今までこうデビューしたいって言ってこれなかったんだろうっていう悔しさが相まって涙したって感じです。すごい印象的、あの演奏。たった20分で驚きの仕上がりに。おー、すっきり、すごっ、くっきり見えるね、葉脈がね。うわ、いいじゃん。おー、めっちゃ素敵じゃないですか。全力メイキング深夜0時53分。おい待って待って、やばいんですけど。おー、いいな。